ー元日本代表 MF 本田圭佑36の次なる目標に対し、ファンの期待が高まっている。2018年夏から実質的な指揮官としてカンボジアの強化に携わってきたが、今月の東南アジア競技大会を最後に退任。13日には自身のツイッターを更新し、オマーン、NZ、UAE、タイなど、2026年のワールドカップ、W 杯の出場を希望する国々に興味があります。監督として、と英語で綴った、米国、カナダ、メキシコの北中込め3カ国が共催する26年 W 杯は、出場チームが32から48に拡大。多くの国にチャンスが広がるため、国内外のファンから、ようこそ、タイへ、インドネシアで待ってます。本田さんの新しい旅立ちを楽しみにしています。タイやオマーンの監督あるかもしれないですね。タイの監督就任なら、日本に限らず厄介になりそうです、などの声が上がっている。その一方で、正直、次の26年 W 杯で本田さんのプレーが見たいです、との意見もあり、世界中のファンが本田の今後に注目しているようだ。